こんにちは。今日は出家苦毒の巻の2回目で700ページのところですね。3行目から読んでみましょう。世尊曰く、仏法中において出家せる家法不可思議なり、たとえ一割七宝の塔を建て高さ33点に至るも、所得の苦毒、出家には近づ、何をもってのゆえに、法の塔は、鈍悪の愚人、よく生えするがゆえに、出家の苦毒は、益あることなし、益あることなし、この家に、もしは難行を教え、もしは主を放ち、そこシーとなってますけども、シーですね。主を放ち、もしは人民を許し、もしは自己の身をも出家入道せしめば、入道せばって読んでもいいですけど、せしめば苦毒無量なり。世尊明らかに苦毒の量を知らしめして、格のごとく考慮しまします。福蔵これを聞いて、120歳の猛牛なれども、老猛の猛、猛牛なれども、ついて出家受戒し、少年の石末に連なりて修練し、大荒漢となれり。知るべし根性の妊娠は、次第御運、因縁和合して仮になせり、発苦常にあり、言わんや刹那刹那に消滅して、さらにとどまらず、言わんや一短時の間に、単字で言わんや一単字の間に65の刹那消滅すといえども、自ら暗きによりて今だ知らざるなり、すべて一日やが間に64億99,980の刹那ありて御運消滅すといえども知らざるなり。哀れむべし我消滅すといえども、自ら知らざること、この刹那消滅の量、ただ仏世尊ならびにシャリホットのみ知らせたもう。余生多かれども、一人も知るところにあらざるなり。この刹那消滅の道理によりて、主情すなわち善楽の業を作る、また刹那消滅の道理によりて主情欲心得道す、格のごとく消滅する妊娠なり、たとえ惜しむとも留まらず、昔より惜しんでとろまれる一人いまだなし。格のごとく我にあらざる妊娠なりといえども、めぐらして出家受戒するがごときは、三世の諸仏の諸生なる、あのくたら山脈三菩提金剛笛の仏家を称するなり、誰の知人か言具せざらん。世尊が言われた、仏法の中において出家した家法は不可思議である。たとえ人あって七宝の塔を建てて高さ33点に至る。33点というのは帝釈天のことです。その33点の、中腹のところに、東西南北に4つの点があるので、そこを四天王という、四天王、皆さん知ってる四天王、帝釈天、みんなここから来てるんですね。インド人の世界観から来ている。
まあ33点というのは人間が到達できる最高に高いところですね。33点に至るほどの塔を建てても、その功徳は出家の功徳には及ばない。なぜなら七宝の塔を建てても、鈍悪の愚によく生えするが異変、悪いことするやつが壊そうと思えば壊されてしまう。形のあるものは必ず壊れてしまいますので、ところが出家の功徳というのは壊しようがない、益あることない。他人がこれを壊すことはできない。自分が壊すならともかく、他人は壊すことができない。この家に文字は何を教え、もしは主を解放し、もしは大勢の人たちの罪を許し、もしは自己の身をも出家入道せしめたならば、その功徳の量は無量である。世尊は明らかに功徳の量を知ろしめて知っておられて、格のごとくに計算をして見せられたと、こういうんですね。その次の福蔵というのは、これは人の名前です。シリーバッディ、このシリーバッディというの意味を訳しますと、福が増すということですね。福蔵がこれを聞いて、120歳の老人であったけれど、ちょっとこれはすごいね、120歳では腰も立たないね。今インドでは120なんておじいさんいたんでしょうかね。120歳の老人であったけれども、ついて出家受戒して、年の若いお弟子さんたちの後ろに連なって、仏教では放浪と言いまして、放浪というのは戒を受けて一人前のお坊さんになった年から勧請するんです。で、放浪10年といえば出家してから10年目ということなんで、そして、仏教教団では出家した順番に着席するものですから、早く出家した者は、高いところへ座るわけですね。で、いくら身分の高い人が出家しても、放浪1年なんて人はどんじりに座るわけですね。ですから、いろいろ悶着が、起きたりしたんですよね。それは領主がいて、藩王、ラージャという名前の王様がたくさんいますから、そのラージャが出家しますと、そのラージャの、領土の中にいて卑しい仕事をしていた人が出家しても、王様はその、自分の 領民の身分の低い者がもし出家していれば、その後ろへ座らなきゃ。これが仏教教団が、お釈迦様がいなくなられてからだんだん衰微していった一番大きな理由ですね。つまり、在家の時の人間の階級がお坊さんの世界では通用しないから、そしてそれはインド人にとっては耐えられないことだったんですよね。まあ日本の出家だって本当は同じはずなんだけれども、鎌倉時代でも戦国時代でも江戸時代でも、身分の高いうちから出家した人はいつの間にやら上へ行っちゃうんですよね。有名な話はウパーリっていう、ウパーリ、この人床屋さんだった。この人は高族の貴族たち の散髪をしていた理髪師なんですね。それで釈迦族の貴族たちがお釈迦様について出家するときに彼は考えたんですね。釈迦族って大体その非常にプライドが高いものですから、そのプライドが高い、種族の中の王子様なんて言ったら、これ もっとプライドが高いわけ。それで彼は自分でもそれがよく分かっていますから、で我々がその、プライドにその汚されないようにするにはどうしたらいいか、それは我々の頭はいつも散髪していたウパリを先に出家させれば、我々はウパリの後へ座らなきゃなんない。で、ウパリが来ればこちらから頭下げなきゃなんない。で、それが一番我々の修行になるだろうというので、ウパリはその最初に出家させられまして、
それでおかげでそのウパリに散髪してもらった連中はウパリが来ると再敬礼しなくちゃいけないということがあったんですね。ウパリという人は自立第一、戒律を守ること、戒律についてよく知っていることでは第一人者と言われた人なんですけども、それはやっぱり彼の身分からして、そういうふうになったんだと思いますね。知るべし根性の妊娠は次第五運因縁和合して、仮になせり、人間の構成要素が、4つとか5つとか勘定されているんですけども、それが仮に和合して人間の体というものが出来上がる。死ねば全部バラバラになって元の次第五運に戻ってしまう。これが仏教の基本的な人生観ですね。それが科学的にどういうことか言うというんではなくて、仏教では最初からそういうふうに考えているわけで、死ねばみんなバラバラになって元の自然に戻ってしまうということです。そして、白八つの苦しみはいつもつきまとっている。しかも刹那刹那に消滅してさらにとどまらず、これがまた仏教の非常に大きなというか、重要な人生観ですね。人間の命というのは刹那消滅だっていうんです。一刹那一刹那、行ったり来たり行ったり来たりしていくんです。人間は永遠の生命から自分の命をもらっている。その仏様、例えばそれが仏様だとすると、その仏様から命が来てまた向こうへ帰ってまたやってきてまた向こうへ帰って、この行ったり来たりを75分の1秒の速さでやっているっていうんです。その75分の1秒という速さが刹那という時間の量なんです。その次のところに64億9万9980の刹那があって、それが1日1夜だと言いますから、24時間を64億9万9980で割ってみりゃいいんですよね。今の人はやってごらんなさいよ。こういうのね、簡単にできるようでなかなかできないんだよね。で、仏教の方ではウィー白寿という先生がその計算なさいまして、今のようにそのコンピューターのない頃ですから、いちいちこう筆算やったんでしょうかね。もう好きな人ですね。そしたら75分の1秒だって言うんです。そうすると60サイクルとか50サイクルとかいうのにまあほぼ近いわけですね。交流電灯が60回こう行ったり来たり行ったり来たりしている。それを刹那消滅というんですね。一単時っていうのは指をってこう鳴らすんですね。それが一単時、指を一つパチッと鳴らす間に65の刹那が消滅する。こっちの方が計算楽ですね。自分でパチッとやってみて、その秒を測って、割ってみると75分の1秒ぐらいになるはずですよ。ところが自ら暗きによりて今だ知らざるない。自分がその分からないもんで、そのことを知らないのです。で、75分の1秒の速さで一刹那一刹那五運が消滅しているということも知らないのだ。あれんべし彼消滅といえども自ら知らざること、この刹那消滅の量、ただお釈迦様と、第一の弟子のシャリホス、サーリプッタというお弟子さんだけが知っておられた。どこにこんなこと書いてあったんですかね。2人だけが知っていた。皆さんは今もう75分の1秒って知ってるから、お釈迦さんとシャリホスの次ぐらいになりますね。余生多かれども、他に聖人方は大勢おいでになったけれども、刹那のことを知っている人は一人も他にはいなかった。この刹那消滅の道理によりて衆生すなわち善楽の業をつく。また逆に刹那消滅の道理によりて衆生が発心得度をするということがある。人間が悪いことをするのも悟りを開くのもその元はといえば
刹那消滅にあるという人生観ですね。これつまり人間の命は永続的にずっと続いているものではないという完結しながら続いている、非連続の連続というのは人間の命から始まっているわけですね。哲学の論理の中に非連続の連続という問題が取り上げられているけど、それは実際は人間が毎日自分でやっていることです。だから皆さんは、昨日考えたことも一昨日考えたことも今考えていることも、述べたらにずっと続いていると思うでしょうけども、そうはいかないんだよね。ある一刹那に今までの考えとはまるで違ってしまう考えというのが出てくる可能性があるわけです。だから人間は75分の1秒の速さで変身する可能性がある。まあしかし昨日のその人と今日のその人が、全く違うなんていうことは、まあ、めったにないことですけども、しかしね、今までこんな人だと思っていた人がある日突然に変わってしまうということはありますよね。確かにあるね。この思わずこう顔見ちゃうことあるね。私は昔も昔、大昔ね、あるその幼稚園に毎月公園に行ってたことがあるんです。そこの公園に行っていた、うちのお嬢さんは私の教え子だったから、それで、お姉さんが園長さんで、お母さんが、あれは理事長さんか、そういうお家、それで毎月私、この幼稚園のお母さんたちにお話しに行ってたんですよ。そうしたらその、ある時ね、ある時というか、だん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 その、このおばあちゃんとお姉さんっていうのがえらい難しい人でね、私に対してはもうごく丁寧なんですけども、幼稚園の先生とかお母さんに対してはこう割合存在で、割合意地が悪くて、まあ、割合つければみんなそうですけどね、ちょっとね難しい人だったんですよ。まあだんだん良くなってくださるかなと思ったけど、これがなかなか治らないね。そしてある時、その幼稚園の先生たちに対して、そのおばあちゃんとお姉さんが、ちょっとひどいことを言ったんですよね。それで僕が、その話は少し筋が通らないよって言ったんですよ。そしたらどういうことでも私が味方してくれるもんだと思っていたんですね、そのおばあちゃんは。だから血統が変わっちゃってね、もう先生からそんなことを聞こうとは思いませんでしたと言って、さあもう大変でしたね。もう女の人の顔がいかに鬼に近いかというのをつぶさに見聞しましたね。僕は まともなこと言ってるわけだから腹を立たないんですよね。そんなことはないよ、それはおかしいよって。私が落ち着いてるから向こうは余計切り立つんですよね。ああいう時は生きり立った方が負けですね。でもあのお二人さんの顔はもう見事に変身しましたね。75分の1秒ほど早くはなかったけど、2、3秒の間に変わってしまったね。あんな顔を見せたらおしまいですね。おかげで私そこへ行かなくて済むようになって大変ありがたかったけどね。なんかね、私の話していても全く違ったようなことをその園長なんかが言ったりするんじゃ、それは困りますよね。皆さんもあんまり変身しない方がいいと思いますよ。でも人間っていうのは10年目とか20年目とか25年目とかいうのにパッと変わったりするとあるんですね。ほら、長生きすればそういうものをたくさん見ましたよ。さて、ここにですね、余生多かれども一人も知るところにあらざるなりと書いてありますけれども、道元さんも知らなかったんですね。宮沢賢治はちゃんと知ってたんですね。それで宮沢賢治の春と修羅の序という詩を今日は、コピーしてもらいまして持ってきたんですけども、これは大正13年の1月8日に宮沢賢治が作ったんで、宮沢賢治という人は生涯にたった一つの詩集しか出版していない、それが春と修羅という、詩集なんですが、詩集の題がすでに、悟りと迷い、陰と陽、
というふうに分かれているんです。でそういう言葉をですね詩集の前にしたんだから、その内容は大体もうみんなこれで統一されているわけですよ。でその詩集の序文に、書いたのがこの詩なんですね。私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。あらゆる透明な幽霊の複合体、風景やみんなと一緒にせわしくせわしく明滅しながらいかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い照明です。光は保ち、その伝統は失われ、これらは22ヶ月の過去と感ずる方角から紙と硬質インクを連ね、すべて私と明滅し、みんなが同時に感ずるもの、ここまで保ち続けられた影と光の一鎖ずつ、その通りの心象スケッチです。宮沢賢治は自分の詩の、台の横によく心象スケッチという言葉を入れました。それは自分の心の世界を自分が見ているそのスケッチだということですね。で、この私という私が今ここに生きているけども、その私という現象は仮定された有機交流伝統の、仮定して言えば、例えて言えばということですね。例に例えて言うならば、有機というのは生命体ということですよ。無機は生命がない、無機物と有機物というふうに言いますよね。有機、生命がある、生命のある交流伝統だから、私の命は一つの交流伝統のように行ったり来たり行ったり来たりしている、そういう一つの青い照明であります。あらゆる透明な幽霊な複合体と、これはちょっと分かりにくいですけれども、人間の命というのはこういうふうに仏様から、つまり永遠の生命から、命をもらって、それが行ったり来たり行ったり来たりして、その行ったり来たりが続いている間中は生命体として生きているわけですけれども、その自分というものは過去に、何度も何度も人間として生まれてきており、そして今また人間として生まれてきている、そういうことをですね、あらゆる透明な幽霊の複合体というふうに言っているんです。で、その私の命は風景やみんなと一緒にせわしくせわしく明滅している、つまり自分の命が明滅しているだけじゃない、自分が見ているあらゆる存在が、やはり、交流伝統のように刹那消滅しているというんです。そうして人間の目から言えば、いかにも確かに灯り続けているわけですね。人間の生命って、もう本当に確実にちゃんと生きているように見えるんですね。で、それをいかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い照明です。というふうに自分の命のことを表現したんです。そして光は保ち、その伝統は失われる。光は永久に続いていくけれども、自分というこの有機交流伝統はいつかは失われていく。ここに光というふうにひらがなで書いてありますけれども、それから命、心、これはみんなその、永遠なるものに関わっているものをこういうふうに命とか光とか心とかいうふうに言っているんですね。道元さんは命という時にはひらがなで命と書いて、それは仏様の命のこと、つまり、我々に因果交流伝統のように命をくださっているその根源生命としての仏様のことは命と言っている。で、その命をまた心とも言っている。いつか蓮華聖者がそういう永遠の存在のことを一大神霊というふうに言ったという話がしましたね。一大神霊、宇宙の中心に一大神霊というものがあって、その一大神霊が自己を客観化して世界を作った。そしてその世界を自己が主観になって眺めて楽しんでいるということを蓮華聖者は言いました。
今私たちが考えているその光は保ちという、そのひらがなで書いた光というのが、その一大神霊あるいは絶対観念というものにあたります。で、それをまた心というふうに道元は呼び、で、人間の方の心は漢字の心という字を書くんです。道元さんはそういう使い分けしていました。だからその私たちがこう分からないようなことを分かっているような人はね、大体こういう使い方するんですね。大きなものと小さいもの。で、そういう時に日本人の場合だと漢字は使わないでひらがなを使うんですね。どういうことからそういうふうになってきたのか。でもね、夏目漱石が心という小説を書きましたでしょ。あの心という時の題はどっちに書いてありますか。ひらがなですよね。ひらがなの心って書いてあります。文学の評論家もよく間違えて漢字の心という字に書いてますけど、そんなことないですよ。漱石もちゃんとそれ考えているんですよ。あの、大きな永遠の生命みたいなものが人間を動かしているので、だから青年と呼ばれるその人も、計らずも先生のところへ近づいてくるようになるし、で、先生はある一軒のうちに下宿して、そこの可愛いお嬢さんが好きになる。好きになるとそこへ、その先生の友達で貧乏な寺の、あと寺の息子っていうのが面白いね、寺の息子が入ってきてそのお嬢さんを好きになる。そして僕はあの人が好きだということをその寺の息子の方が先に言ってしまう。と明治の男は自分もお嬢さん好きでも、友達があの人が好きなんだって言うと、もう俺も好きだとは言えないんですね。今の人は平気で言いますね。どっちがいいか悪いか分かんないけども、今はそう好きじゃなくても好きですなんて言ったりするでしょう。明治の男はそうじゃないんだよね。友達が先に好きって言ったら、自分がどんなに好きでももう好きということは言わなくなってしまう。言わなくなってしまうんだけども、この先生はどうしてもそのお嬢さん手に入れたいからお母さんに言うわけですよ。そうするとお母さんの方はパッと天秤にかけて、そのお寺の息子で、そのね、なかなか親父の言う通りにならない、そんな貧乏な男よりも、こっちの方がまだマシだと思って、うちの娘もらってくださいって言って、で、結婚するというか、そういうことになる。それを彼は友達に言う。そうすると友達は、それはよかった、おめでとうって言って、その晩、喉笛を買って死んでしまうんですね。これはまた明治の男と今の男は随分違うね。今の日本の男だと、ああそう残念だったななんて酒飲んで一晩でおしまいということになる。しかし昔はそうじゃなかった。それでこの先生はその、罪業を背負ってしまうんですね。こういうのも刹那消滅の人間の命ということを考えると、そのあっという間に、そのお嬢さんは先生の方に行ってしまうし、あっという間にその寺の息子は結婚できなくなってしまうし、そしてあっという間に喉笛をかきって死んでしまう。本当にそれは人間の人生って考えると刹那のうちに変わってしまう。そして先生は罪業を背負ってしまうんですよね。で、最後は自殺して死んでしまうんだね。で、そのことを長い手紙に書いて青年にこう書いてくれると、その時青年はお父さんが死にかかって病院で看病してるわけですよ。でもその手紙読むと、もう今まだ生きてる父親をほったらかしにして、人力車に飛び乗って駅へ飛んでいくんですね。そして駅の壁に紙を押し付けるようにして、私は先生のところへ行くんです。でもその先生はその手紙の一番最後に、最初のところに、これは君が読むとき私はもうこの世の人ではないだろうと言ってるんだから、先生は死んでるわけだ。